今年も静寂な式典とはなりませんでした。拡声器や横断幕を掲げるデモ団体が広島市や県警の退去命令に従わず、平和記念式典の開始後も原爆ドーム前に一般の人が立ち入ることができない事態となりました。広島市は平和記念式典の開催に伴う入場規制を今年から原爆ドームの周辺まで拡大しました。去年、デモ団体の一部が原爆ドーム前で広島市の職員に体当たりする暴行を加えたとして逮捕・起訴されたことを受け、広島市が決定したものです。午前5時から6時30分の間、すべての人が一旦公園外に退去し、手荷物検査を受けた人のみ入場を許可するとしましたが、直ちにこの行為を中止し、平和記念公園からの退去を命令します。昨日から拡声器や横断幕を持って座り込んでいたおよそ650人は広島市の退去命令に応じませんでした。公園外の退去を命令しましたが、これに応じず現在不穏な状況にありますので退場してくださりますようお願いします。じゃあ、怪我のないように安全に注意して、公園管理者の広島市さんの、支援を行いますので、はい、広島市は県警にデモ団体の退去を要請しました。公園の管理業務に対する威力業務妨害となっている。8時15分の黙祷終了まで団体が退去しなかったため、原爆ドーム前に一般の人は入れませんでした。県警はデモ団体の代表に警告し、今後威力業務妨害の確認と検証を行うとしています。また広島市は公園条例の規定違反として過料5万円の支払いを命じています。はい、ということでこのような騒ぎも起きていたということなんですが、その表現の自由は尊重しなければいけないんですが、はい、祈りの日は静かに迎えたいという方もいらっしゃいます、はい、そうですね、はい、この本当に表現の自由との関わりが非常に難しいところなんですが、これまで従来はですね、ちょうど黙祷の時間にそのすぐ近くでこう、まあ、抗議行動を続けていた、それに対してやっぱり被爆者あるいは参列者にしてみればせめてこの時間は静かにしてほしいという思いがあって、まあ、それを受ける形で広島市がこういう形をしたんだろうと思うんですけどね。やはりこの表現の自由を認めつつ、しかしやっぱり 平穏な状態で式典を実行したいという、そこの関わり合いが大きな課題になってくると思いますね。そうですね、去年はデモ参加者が広島市の職員に体当たりをするという事件がありました。さまざまな意見を表現する自由は尊重しますが、平和を願う式典に暴力は誰も望んでいません。広島市は平和記念式典について入場を規制するエリアを原爆ドーム前を含む平和公園全域に拡大しました。午前5時から午前6時半まで原爆慰霊碑の参拝を除く平和公園への立ち入りができなくなりました。午前6時30分です。今ゲートが開かれて入場が開始されました。式典の開催時間に合わせ入場ゲートでは手荷物検査が実施されるなど厳重な警備が敷かれました。午前5時になりました。原爆ドーム前の規制が始まっています。一方、原爆ドーム前ではデモ団体が昨晩から座り込み集会場所を確保。直ちに退去してください。退去を命令します。午前5時を過ぎても市や警察による立ち退き要請を拒み、午前8時過ぎに移動するまで原爆ドーム前で集会を続けました。またおよそ650人が参加した行進では式典会場に向かって大声を出す場面なども見られました。